実行するんが、今日はこのもらったミシンを叩き売ることになりました。というのも、ちょっといろいろありまして、まあ、売って、まあ、バージョンアップっていう形で、今日は、ヒロハニさんにまたまた、勝手にご協力いただいて、すいません、何度も何度も。もうなかったから。もうたわわしのお小遣い。という形で、まあ、これ、350っていうのを、まあ、お年玉でいただいたんですけど。そうです。それを、まあ、釜新品です。はい。新品の釜ね。新しい釜に。まあ、あの動画だともうガタガタでとんでもないことになったんで、それをさすがにお客さんに売るのは失礼すぎるってことで、新しい釜にリフレッシュして、はい。それをお客さんに渡して、そのわらしべしたお金でバージョンアップ359っていう。いいね、はい。まあ、まだちょっといろいろ分けありで、全然、ね。なかなかの分けありで。なかなかの分けありなんですけど、それも時間ある時に乗せていこうと思います。綺麗なんだけど、むちゃくちゃよね。いや、そうですね。コネクタ全部ぶった切れたら、はい、うん。ちょっと稼がなかったね。あ、だしいいやん。リサイクルショップさんから買ったんですけど、まあ、この綺麗さなんですけど。綺麗よ。これ359ってやつですよね。そう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 。もう三菱の厚物の、はい、もう水平釜の。水平釜の一番ですね。要はこれに糸切りとバックタッチのようなものがついたって捉えたらいいんですかね。リサイクルショップで全部ぶった切った。はい。で、問題がこの後ろの、このコネクタっていうやつですね。うん、本当はこういう先っちょがついとって、これでサーボモーターにつないで自動糸切りとか、そのいろいろな動作がセンサッチして動くという感じなんですけど、それがぶった切られてしまう。バックのぶった切り。そうですね。ね、電池のこの、返し針のバックのぶった切り。これ下、これは、こっち下ですね。下糸のあの、糸切りのそれノイドのぶった切り、ね。糸切りとバックタッチ関係の、まあ全部まあ、まあ、要は多分外せなかったんでしょうね。処分するときに。まあ切った方が、うん、コネクタがついとったのか。ミシンに関わった人間は絶対この子じゃない。ああ、ということなの。でも見た目は謎にすごい綺麗な。うん、でもこれは格安よ。そう。これは3万以下で買えたんだ。この緑は何なんですかね。これテフロンね。あ、これテフロンなんですか。うん、テフロン加工してる格板。ああ。だから、ハリータモのテフロン加工のあるんだよね。なるほど。こういう緑なんですね、テフロンのものって。あるけど、でも、ああけどね。うん、使わないか使わん。いや、10連コネクタな。まあ、そうか。うん。革だし。初心者がそう使うのはいいの。ああ、何も考えず、話して滑らず抜いたいという。そう、見やすいから、初心者が使うの。10連コは使わない。なるほど。それを今回、わらしべという形で、この売却益で買って、いろいろまた揃えなきゃいけないけど、それでも揃えられるっていう。まあ、あと、いろはにさんの、そのぶった切られたコネクタ直してなんぼなんですけど。配線三菱と同じにするね。ああ、ここのミシンもちょっと映してもいいんですか。全然。ちょっとこれがとんでもない広さのアトリエなんですけど。でも広さが。ここ何でも映っとるやってください。いやまあ細かく映したことはないんじゃないですか。ないと。まあまあとんでもないんですよ、ね。とりあえず。あちょっとして変態みたいな。高級ミシンだし、とりあえずもうすべてかなりメンテナンス。これもヤマトの救いの中だったかな。それはお客さんに売りたいです。あ、そうなんですか。これは嫁に行く。これ自動糸切りがついてるんですか。すごいですね。なんかここにこういうのがついてるかなんか機能がついてんだなって。すごいです。ですよね。成功も。ああまあ、十分っちゃ十分なんですか。じゃあもう、安いから。まあ、玉が安いと。いや、だからもう、わし使うか思ってたんだけど、俺、ああ、まあ、そっか。で、トレジャーは売れない。ああ、まあ、人気がないし、誰でもいられてしまうっていう感じで。トレジャーはね、やっぱりシニアの微調整しに。なるほど。うん、ただ、まあ、なんでもいい場所には売れるんだけど、ああ。うん。やっぱり、薄物とか、シビアなことをやってるから、トレジャーは進めないし。この成功もすごいですね。そう、これね、ニューマシン、国のニューマシン。今、まあ、一番推しのエースマシンですか。うん、我が家のエースマシンです。こうやって上下送りの、まあ、厚物とかに使って、で、違うんが、なんかオイルパンなんでしたっけこれ。そう、開けるっていうよ。よいしょ。最新式のね、オイルパンなんで。っていうのが、オイルパンになってると。こうなることでなかなか、昔は鉄板だからね。いろんなところのガタが出にくいと、勝手にね、回ってくれますもんね。そうそうそう。だから、後ろも半回りだって出して、油させてる。そう。で、さっき映した自分らの35なんちゃらシリーズは自分で頑張って刺さんといけんので、うん、忘れとったらあっという間にガタガタになってしまうってことですよね。だから、熊なんかもちゃんと油だからね。そう。すごいっすね。アトリエに来るたびになんかすごいミシンが。いや、もうすごいっす。いや、あれ、あれが変だよ。どれが、あの成功っす。うわ、クソでかいですね。これは、これ何を縫うんですか？こんなでっかい腕ミシンみたいなのあるんですか？これね、あの、建設現場なんかの、はい、1トンのどの袋があるんだよね。黒いとかの、ユンボとかユニクロで釣ってる。ああ。トンバックとかの縫うやつか、これ。あ、じゃあそういうのって超太番手で縫うみたいな感じなんですか、うん、あの、糸00番。あ、00番で一番太い糸で縫って、もう丈夫に。そう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 。まあ、先端ミシンよ。もう多分これ動画で伝わるかわかんないですけど、この横から見たら、まずプーリーのでかさ。で、こんなでかさの腕ミシンあるんだってぐらいです。すごいですね。なんかもうお高いミシンが整備されて。でそれを縫う仕事が来るかどうかなで売るつもりで買ったんだけど、その縫う仕事がなんか来そうだから来るならわしもっと少し使おうと思ったり。ああなるほど、うん。どうしようかなと。でこれは今あれクラッチで私使ってたんですけど、さすがにお客さんサーボモーターで使わないとまあね仕事にならないってことなんで。そうですね。サーボを組み替え中で、あここに棒もつけてもらって固定するやつですか、ね。そう。この棒は簡単よ。この棒はこの棒はつけて。この棒。あ、裏技ですね。こいつをヘシマゲで作るわけよ。ビットマンかビットマンって名前ですよね。その棒で、まさかのできるという。うん。へぇ。だから、この穴がない場合は、自分で穴開けて、このタップ作ってやる。ああ、タップで。うん、そう、ねじ切って。大体あったりすることが多かったです。だってまだね、いや、だいたいないよ。ないあ、ないんですか。じゃあ今裏技で開けたってことです。いや、開けた。ああ、それはたまたま開いてたけど。なるほど。ああ、で、ひん曲げて、あの、検出器の収まりのいい位置に。すごいっすね。やっぱもう、荒技というか職人技っすね。しかもこの机で曲げちゃうっていうのが、もう何百台やってきたんでしょうね。うんすごいですね。何屋さんなんですかね、やっぱり。で、ちょっと長いから、うん、なるほど。これがこうなったりすると、針の停止位置が変わってしまうんで、で、これを今、固定する棒を荒技でひん曲げて、しかもまさかの既存のピットマンの、あれをもぎ取って使ってるという。
なんか危険な道具が出てきましたけど。何くらいだけど熱い。ああ、もう素手だから。本当は万力みたいなので固定するもんですよ。本当に。良い子は真似してないやつだね。しかも匂いがすごいです。なんか家で花火したみたいになっちゃってますから。これはもう普通は危ないですよね。もう本当に慣れてる方じゃないと。指がすっ飛ぶ可能性もあります。それはない。それはない。そこまでいかないけど。大怪我しかねえないから。それはある。本当慣れてる方がやってください。良い子は真似しちゃった。自己責任だ。これはもうかなり慣れてます。それで固定すると。そうそうそう。さすがっすね。なんか、あるものを使うところがやっぱすごいっすね。SDGs ですね。なんかすげえかっこいい。SDGs。ちょっと。ああ、絶妙な。曲げ位置が微妙だったってこと。うん、ちょっとこう開いてあるだけ。ああ、なるほど。そうか。すごいっすね。専用の道具なしで、しかも、本当の職人ですね。これでも、お腹の道の真似しちゃうみたいな。ああ、そういう技があったかと。お、それだけ作っても簡単って。いや、それは誰でも真似しますね、うん。しかもあるもんで、このピットマンなんて結構余ったり、なんか片方だけなくなったりして、あ、結局あったかで、なんか、チグハグで片方だけニコイチみたいになったりしますもん、ね。その余りパーツでできるのは結構、朗報っすね。これがちょうどね、この毛が一緒なんで、切ったり。ああ、軸の、この、すげえ、最強っすね。これ三菱のパナも一緒。ああ、じゃあもう知り合いが知ってて、あ、いいな、この技みたいな感じなんですか。最近のやつ。おー、すごいっすね。お前、ミシン屋みたいなのってから。いや、もう、ミシン屋の領域まで足を踏み入れてって。ああ、なるほど。ありがとうございます。すごい。これが今、さっきの溝に、いい感じにはまって、もうここで動かないんで、張り停止位置もね、ちゃんと固定されてる。たまたま僕もネジがここにあったからいいけど、ネジないやつもね、穴開けて自分でネジ切って作るんだわ。ああ、タップで。うん、タップタップタップ。タップ難しいんですか？いや、もう今時のあの、普通のマックした時の電動で2本でできて。ああ、うん、それであとつけて。そう、正回転でずーっと掘ってて、で、ムーッと入れたら逆回転回して耳に入れて。ああ、それであっという間に。そうそうそう、オッケー、これ検出するから。はい、ありがとうございます。もうヘッド出来上がり。おー、あっという間ですね。ポリタ変えたし。あとはモーターを。あとはモーターです。そうですね。私がサボっております。これをつけて、コネクターなんやらで、モーター仕様にしようと思います。はい。